雲川インターチェンジを降りまして、この先は、旧東海道に入ってきました。旧東海道は道が、非常に狭いですね。ここの村は、箱根寄木大工が有名なところですね。東海道の宿場町です。こちらが峠の茶屋になります。昔からあるんですよね。はい、ここから入ると石畳になります。ずいぶん登ってきました。右手に見えてきたのが、お玉が池ですね。こちらの池は江戸時代に、江戸から関所破りをしようとして、捕まっちゃって、亡くなったお玉さんという女性、こちらが、ここら辺で、捕まっちゃったということで、お玉が池という名前がついてます。ちなみにここは、ちょっと心霊スポットで、ここを通過した車のボンネットやら、窓やらに、無数の人の、手形が、ついていたというのを話をテレビで見たことがあります。結構今、力入れて走ったのでオイルテンプが95度超えました。強制空冷ファンが、作動して、オイルを今冷やそうとしてますね。正常作動ですね。こちらから御殿場方面に向かっていきます。途中仙石原を通って御殿場に抜けます。ここら辺は博物館がいろいろありますね。次の T 字路を左に曲がると御殿場方面になります。ここからまた峠になってますね。今日はツーリングに来てよかったな。48の説明途中で終わってましたけども、E 点は、非常にハンドリングがいいですね。重たいんですけど、シート高も低くて重心が、低く、結構、峠なんかでも、軽快に走ります。ただ一つ峠走ってて感じるのは、バンクの許容度が浅いのですぐにステップをすっちゃうんですね。このぐらいのカーブでもちょっと傾けすぎちゃうとすります。ですのでちょっとそこら辺は注意が必要ですね。乗車姿勢は、やや前傾ですが、そこれほど、きつくなくてですね、フォワードコントロールといって足を前に
投げ出すような姿勢にはなるものの、まあ高速を長時間走ってると風をもろに受けるのでちょっときついんですけど、まあこういう下道を走ってる分には、この乗車姿勢も慣れれば、さほど苦になりません。楽かっていうと、やっぱりちょっと足が真ん中のミッドコントロールっていう、まあ真下ぐらいに降りる乗車姿勢の方がやはり、楽かとは思いますが、まあこのスタイルが、売りのバイクですので、このオーバーというスタイルですね。太いタイヤに、低い乗車姿勢と、小さいピーナッツタンクっていう、プラス、シングルソロのシートという、これがまあこのスタイリッシュな48の、売りになっています。ちなみに、2022年モデル、もうすでに、この秋発売され始めてるらしいんですけども、まあこの V 型2気筒のオーバーヘッドバルブ空冷エンジンから、ハーレーはついに、スポーツスターにおいては、空冷エンジンをやめてしまいました。エンジンレイアウトは水冷の V 型2気筒の、ツインカムのエンジンに、変わってしまいました。ということで、もうこの空冷のハーレーというのは、1200cc においてはもう販売されないと、廃盤になったということですね。まあ、ハーレーというとやはり空冷の V 型2気筒、このどこどこ感がまあハーレーっていうところだったんですけども、果たしてその新しい、スポーツスター、水冷2気筒どうなんでしょうね。スタイリングもだいぶまあちょっと未来的な感じに変わってですね、クラシカルなイメージは全くなくなって、その代わり得たものは超ハイパワーですね。 1200cc で水冷エンジンということで、しかもツインカム、約150馬力ぐらいでしたかね、出力が出るということで、まあかなり性能的にはいいですよね。1200で150馬力っていうと、まあ、リッターあたり、120馬力ぐらい、まあ、出てますからね。ちなみに、もう1台所有してます私の CB1000R、 ホンダの CB1000R、 これが4気筒の、まあ、インライン4ですよね、直列4気筒、これで 1000cc で出力が145馬力ですから、 V 型2気筒で1200で、150馬力出てるっていうのはかなりハイパフォーマンスなエンジンですから、ちょっとハーレーがまあ超スポーティーなバイクに変貌を遂げるという、そういう方向にこう舵を取ってたんでしょうかね。ハーレーは、電動バイクも今年出しましたので、この低酸素社会にこう適合しようという、そういう意気込みが感じられますね。まあ日本のメーカーは果たしていつそういった方向に舵を切るのか、
まだ日本のメーカーでハイブリッドのバイクとかを出しているのは、ホンダの PCX のハイブリッド、そのぐらいですかね。あとヤマハが電動のバイク原付クラスでは出しているかと思いますけども、その他のメーカーでは聞いたことがないので、果たしてあと10年20年先バイクっていうのはどういったその原動機モーターで走ってるのか、もう想像もつかないですね。話をしているうちに峠を越しまして御殿場に入ってきました。この先富士五湖道路あるんですけども、そちら乗らないで下道で、山中湖方面まで、行きたいと思います。はい、目的地のおうどんの宮城さんに到着しました。吉田うどんの名店宮城さんで、肉天うどんを食べました。相変わらず、美味しかったです。お腹いっぱい。先ほどガソリンを入れたんですけど、5.5 リッター、入りました。走行距離が102キロだったので、18.5 キロぐらいの燃費になりました。 1000cc クラスで18キロっていうと、まあ普通ですね。宮ヶ瀬湖です。水位は満タンではないですね。こんな感じです。出発します。あとこのバイクの長所、また戻りますけど、のんびり走る、スピード、まあ今、50キロぐらいしか出してませんけども、これスーパースポーツで100キロ出してるのと、このバイクで50キロで走ってるのがなんか似たような感じで、なんかスピード感があるっていうか、振動と音がすごいので、なんかスピード出してる感があるんですよね。ということでスピードを出したくなくなる、おのずと安全運転になるっていうね、この不思議な力。スピードを出して走るのが楽しいバイクと、やっぱりどこどこ走るのが楽しいバイクってあるんですよね。スピードを出さなくても楽しい、こういうバイクが一番安全かもしれませんね。この動画が気に入った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。